1947年1月15日の朝、アメリカロサンゼルス市内で娘と散歩中の女性が空き地でマネキンのようなものを発見します。女性がそのマネキンのようなものに近づくと彼女に戦慄が走りました。彼女が見たもの、それは真っ二つに切断された女性の遺体だったのです。アメリカ史上最も有名な未解決事件、ブラックダリア事件。70年以上経った今でも多くの告発本や憶測で世間を騒がすこの事件の真相は、女優を目指しブラックダリアと呼ばれた彼女の夢と一緒に闇の中へと葬り去られるのでした。どうも皆さんこんばんは。不思議ミステリークラブのお時間です。七不思議の大若見信です。よろしくお願いします。そして頑固と岩本です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。ということで不思議ミスなんですけども、はい、こちらですね、毎週月曜と金曜日はですね、世界の事件をお届けする海外ミステリーファイルのお時間でございます、ね、なるほど。今日はですね、アメリカ史上最も有名な未解決事件、ブラックダリア事件についてね、お話ししていこうかなと思っております。お願いいたします、はい。今から約70年前ですね、アメリカで起きたこの事件はですね、そのショッキングな殺害状況から全米の関心を一気に集めるんですけども、はい、事件のインパクトから何度も映画化されてます。2006年の映画化では、はい、第63回ベネツィア国際映画祭にも出品されてまして、日本でも話題の映画となりました。なるほど。まずは事件の概要を見ていきましょう。事件の概要。1947年1月15日、カリフォルニア州ロサンゼルス市内の空き地で若い女性の変死体が発見されました。女性の遺体は暴行や拷問を受けたような傷が残っており、さらに体中は至るところが切り裂かれていて、口の両端は耳まで切り裂かれていました。さらにその女性の遺体は腰のあたりで真っ二つに切断されていて、血抜き、洗浄処理までされており、肌は真っ白だったといいます。そのため第一発見者の女性は遺体を発見した時、それはとても真っ白でマネキンが捨てられているのかと思ったと語ったそうです。指紋照合の結果から被害者の名前はエリザベス・ショート、当時22歳であることが判明。彼女は女優志望のウェイトレスで、普段から黒い服を好んで着ていたことからついたあだ名はブラックダリア。マスコミによって大きく取り上げられたこの事件は、いつしか彼女の本名ではなくブラックダリア事件と呼ばれるようになっていきます。そして事件は未だに犯人が判明しないまま、アメリカ史上最も有名な未解決事件として多くの人の記憶に残されています。こちら知ってます？いや、僕すいません、勉強不足で全く知りませんでした。はい、あのですね、はい、この口の両端は耳まで切り裂かれていたっていうね、はいはい、この顔なんですけども、はい、あのバットマンのさ、はい、ジョーカーの、はい、あのようなこういわゆるグラスゴースマイルっていう、ね、はあはあはあ、言われてるんですけども、はい、それみたいになってるんですね。切り裂かれて、切り裂かれて、はいはいはい。でこの事件をですね、報道はブラックダリア事件と名付けて、はい、スクープ記事を争ってメディアでは報道合戦が繰り広げられていたと。なるほどなるほど。でこの事件のポイントなんですけども、はい、現代でもなお現れる容疑者たち、はあ、まだでしょ、はあ、うん、でそれではですね、ブラックダリアと呼ばれたエリザベス・ショートの生い立ちから見ていきたいと思います。被害者の生い立ち。1924年、マサチューセッツ州ボストン、エリザベス・ショートは父親クレオ・ショート、母親フィービー・メイ・ショートの間に3番目の娘として生まれました。父親はパターゴルフのコース造成を生業としていましたが、1929年のウォール街大暴落の不況により一家は破産。その翌年、父親の車がチャールズタウン橋で乗り捨てられているのを発見されます。父親が川に身を投げて自ら命を絶ったものと察した母親は、5人の子供たちを育てるために新たな土地で再スタートを切ることを決意します。エリザベスは白い肌と美しい黒髪の持ち主で、周囲からは羨望の的でした。しかし気管支炎や喘息に悩まされ、15歳で肺の手術を受けます。その後医師から温暖な地域で過ごすように勧められ、冬はフロリダに住み、知人家族の世話になりながらウェイトレスとして働き、夏は実家で過ごすという生活だったため高校は中退しています。
1942年、死んだと思われていた父親から謝罪の手紙が届き、カリフォルニアで新たな人生を送っていたことが発覚。18歳になったエリザベスは父親を頼ってサンフランシスコバレーホへと移住します。しかし父親との関係がうまくいかず、1943年1月に父親の元を去り、友人の家で生活を始めます。エリザベスはこの頃、事故で療養中だった航空部隊のマシュー・マイケル・ゴードン・ジュニア少佐と親密な関係になり、彼からのプロポーズを受け入れたと周囲に語っていたそうです。しかし1945年8月10日、ゴードンは出征先の中国、ビルマ、インド戦線で墜落死してしまいます。それは終戦5日前の出来事でした。あ、これがあの被害者に遭われた方の生い立ち、はい、あ、そうですね、なるほど、エリザベス・ショーの、あ、エリザベス、はい、の生い立ちなんですけども、結構なんか大変というか、まあそうですね、そうですね、体が弱くて、うん、こういろんなところで生活せざるを得なくてです、はい、で頼っていたお父さんとも、ね、うん、折り合いが、ね、つかなくなったみたいな、ね、婚約者というかね、そう、もう亡くなられちゃってっていうので感じなんですよ、はいはい、でエリザベスは父親の元を離れた後に、はい、バーでの未成年飲酒により検挙されてるんですね。あ、なるほど。で担当の警官はきちんとした身なりで、はい、バーフライとは程遠いものだった。ちなみにこのバーフライっていうのはバーを渡り歩いて、はい、こう酒をね、はい、こう、まあ、言ってみたらアルコール中毒ですね、というのとは程遠いものだったって言ってるんですよ、はいはい、で事件が起きる直前はですね、ハリウッド大通りにあるナイトクラブの裏の部屋を借りて、はい、ハリウッド女優になるのを夢見ながらウェイトレスとして働いていたみたいなんですね。あ、はい、しかし女優になるという、華やかな夢はですね、無残にも叶わぬものとなってしまいます。事件発生。1947年1月9日、エリザベスは当時交際していた既婚者のセールスマンロバート M レッドマンリーとのサンディエゴ旅行から戻り、ビルトモアホテルで別れた後、ボストンから来ていた姉妹に会いに行ったとされています。この時の様子はホテルの従業員がロビーの電話でエリザベスが話しているのを目撃したそうです。それから間もなくホテルから約800メートル離れたところにあるクラウングリルコックテールラウンジの常連客がエリザベスを目撃。その後エリザベスの足取りは途絶えてしまうのでした。行方不明になる前に、はい、このセシルホテルのバーにいたのではとの話もあるんです、はあ、でこのセシルホテルは数々の殺人事件、自殺が起こっており呪われたホテルとも言われてて、はい、少し前にあの紹介しましたあのエリサラム、はい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 、覚えてますか、はい、エリサラム事件もこのホテルで起こってます。あ、そうなんですか。そうなんです。セシルホテルってねボタンを押しまくる、そうそうそう、おお、はい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 、なんですよ。へえ、あ、そうなんすね。今でもね覚えてる人、エレベーターのやつね、そうそうそう、うん、みたいな、はいはいはい。そしてこの1月15日ですね、エリザベスは遺体で発見されることとなります、はい、1947年1月15日の午前10時40分頃、カリフォルニア州ロサンゼルスレイマートパーク地区の空き地でエリザベスさんの遺体は地元に住む女性とその娘によって発見されました。その日親子2人で歩いていたところ、空き地の一角にマネキンが転がっているのを発見。誰かが捨てたゴミだろうと思い近づいてみると、それは真っ二つに切断されたエリザベスさんの遺体だったのでした。遺体からは全ての血液が抜かれ真っ白だったと言います。それが人間の遺体だと気づいた親子はすぐに通報。警察はその異様な遺体を見てすぐに殺人事件として捜査を開始します。そして検視の結果、エリザベスさんが絶命した後に切断されたことが判明。また両口角から耳元まで切り裂かれた傷の他にもたくさんの裂傷が体の至るところで見られており、死因は口を裂かれた時の裂傷の出血と頭や顔への殴打によるショックと断定されました。他にも人間の所業とは思えぬ残酷な仕打ちの跡があり、思わず目を覆いたくなるようなものだったといいます。さらにエリザベス・ショートの遺体はガソリンで洗い清められており、指紋や精液などの証拠が消されていたため捜査に有力な犯人の痕跡が出なかったといいます、はい、なんとも無残な殺され方をされてしまって、ただ殺害されただけでなく、はい、相当ひどいことされてるからね。そうですよね。なんかやっぱ怨恨というか、うん、恨みを買ってってるっていうことなんですか。なんかその性的暴行とかも別に関係ないじゃないですか。端的な衝動的な殺され方してないよ、うん、はい、はいはいはい。で、はい、体を切断した時の技術なんですけども、はい、
下半身切断術っていう、はあ、こう技術を用いられてて、ほう、2番目と3番目の、こう腰椎ですね、あ、はい、ちょうど内臓でいうと十二指腸の部分、はい、この間を横に切開することで、はい、上半身と下半身を分断するっていうね、はい、方法があるんですけど、はい、それで切断されてたらしいんです。あ、もうじゃあプロですかね、プロの仕業ってことなんですかね、はいはい、で、肛門が広げられておりまして、はあ、強姦された可能性もあったんですけど、はい、精液は見つかってないんですね、はあ、そして肛門と精液には太ももの剥ぎ取られた肉片が押し込められていたっていうね、はい、あ、ちょっとね、はい、口にするのもはばかれるような、そうですね、また想像しようとして想像できないっていう、こうバグが起きるっていう、このもうむちゃくちゃな脳がね、はいはいはい、もう無理だって、ね、拒絶するっていう、まあ、けどそのなんプロというか、なんかその医学の知識があったのかなって思いますけどね。しかし警察はですね、こうなかなか証拠つかめずにいるんですよ、はい、なぜなら、はあ、捜査が難航した理由は他にもあったんです、はあ、消された証拠。事件の通報を受けた警察は現場の担当エリアであるロサンゼルスユニバーシティ文書にこれを伝え、パトカーを急行させます。現場は車で10分程度の距離。パトカーは現場へ着くまでの間、当然警察署と無線で連絡を取り合っていました。しかしこの無線でのやり取りは新聞記者たちには筒抜けになっていたのでした。この時代、記者が警察無線を盗聴していることなどは当たり前だったそうで、何らかの事件があったことを知った記者たちは急いで現場へ向かっていったといいます。一番乗りとなったのはたまたま現場の一番近くにいたロサンゼルスエグザミナーという新聞の記者とカメラマン。そこで彼らが見たものはかつてないほどの惨殺死体でした。警察が来る前の殺人現場は記者にとって特ダネで、カメラマンは必死に写真を撮り、記者は記事を書くためのメモを取ったといいます。やがて同じように警察無線を聞いた記者たちも次々と現場に到着し始めます。そしてヤジ馬たちも集まってきたため、警察が到着した時には現場は踏み荒らされ、記者やヤジ馬たちのタバコの吸い殻やゴミが散乱しているような状態でした。これによって犯人につながるような現場の証拠も大半が消された形になってしまい、発見時の現場のままで捜査ができなかったことがこの事件を迷宮入りにさせた大きな原因の一つとなってしまうのでした。そんなひどいことがこうまかり通ってたっていうか、ね、それが別に普通だったっていうことなんですか。そうね、なんかこうもう犯人逮捕よりも、うん、今この遺体の、うん、第一発見として、うん、発見者としてスクープしたいみたいな、はい、ね、状況ですよね。いや、そうですね、うん、むちゃくちゃですけどね。だからこう当時のね、アメリカの記者たちの報道なんですけども、うん、はい、凄惨な遺体の写真が今でも残っているのはこういった事実があったためで、遺体の写真は一部修正されたものの新聞に掲載されています。で、女優志望の美女がショッキングな遺体となって発見されたこともあって、こうブラックダリア事件みたいなね、うん、形でこう報道は過熱していきます、はい。で、いち早く実家の電話番号を調べ上げた新聞社は実家の母親に連絡してですね、彼女が死んだことを話さずに、お嬢さんが美人コンテストに優勝したと嘘をついてですよ、はあ、彼女の近況ですとか友人関係を詳しく聞き出そうとしたらしいんですよ。なるほど、もうこれはもうダメですね。めちゃくちゃなんですよ。いや、もう亡くなられてるのにこんななんか遊びというかなんていうんですかね、その興味本位でそんなんやっちゃダメですよね。文章を見るだけで腹立ちません？そうですね。でもこう母親があまり彼女と連絡を取っていないことから分かると、今度は手のひら返してですね、彼女が死んだことを告げるんですよ。うわ、亡くなりましたよ、はあ、できる限り母親とのつながりが途切れないようにあれこれと同情の言葉をかけて、はあ、うまい具合にしてこう新聞社に呼ぼうとするんですよ。あ、話を聞きたいからでね、はい、初めて母親はここで娘の死を知ったみたいなんですね、はあ。犯人からの連絡。ロサンゼルス市警は750人以上の捜査員を集めて事件の捜査に挑みますが、確固たる証拠は出ませんでした。犯行はロサンゼルス郊外の人里離れた建物で行われたとされ、遺体の状況から医療行為に熟知している人物や外科医などが挙がったといいます。遺体発見現場の近くにある南カリフォルニア大学医学部の受講生徒の一覧を要求し調査するも、成果は空振りに終わります。
そして事件発生から6日後の1947年1月21日新聞社のロサンゼルスイグザミナーの編集者であるジェームズ・リチャードソンの事務所にエリザベス殺害の犯人と名乗る人物から電話が来ます。電話の主はリチャードソンの報道に対して祝福し、いずれは自首するつもりだが警察による追及がさらに及ぶ前には自首しないつもりだと語り、さらにはエリザベス少女の片身が郵送されるのを期待しろと言ったそうです。そして3日後の1月24日ダリアの所持品在中と書かれた封筒が新聞社に届きます。中にはエリザベス少女の出生証明書、写真、名前の書かれた紙切れ、仕事用の名刺、表紙にマーク・ハンセンという名前が書かれた住所録が入っていたそうです。封筒はエリザベスの遺体同様ガソリンで丁寧に洗浄されており、このことから犯人が送ったものであると警察は推理。さらに同じ日にエリザベスのハンドバッグと黒いスウェードの靴が遺体発見現場の 3.2km 離れた小道のゴミ箱の上で発見されるのでした。なんか今聞いた内容を聞くと、はい、なんか愉快犯なんみたいな、なんかそんな感じの電話かけてきてる、ね、でしたよね。俺だやったのみたいな、待ってないよみたいなね。はい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 、そんな感じなんすか。でですよ、この時の捜査で浮かび上がった容疑者を、はい、もう何名か紹介したいと思います。はい、七不思議からのお願いです。七ちゃんでは高評価、チャンネル登録、ベルマーク通知をお願いしています。いつも応援していただきありがとうございます。浮かび上がる容疑者たち、封筒の中にあった住所録の持ち主、マーク・ハンセン、はい、1人目ですね、はい、マークは地元では裕福な社長なんですよ、でナイトクラブとかこう劇場とかを経営してまして、はい、当時のですねハリウッドの大御所でもあったみたいですね。あ、なるほど。でエリザベスはマークの自宅によう遊びに行ってたみたいで、あ、知ってたんですね。そうなんですよ、はい、でマークはですねエリザベスにもう関係を迫っていたらしい。なるほど。綺麗やから、はいはい、でもこうエリザベスはそれを拒否してます。うん、それが後に発覚してるんですけど、はい、しかし逮捕するには至りませんでした。はい、なるほど。で2人目、はい、エリザベスと最後に会っていたロバート・M・レッド・マンリー、はいね、これエリザベスと一緒に旅行に行っていたマンリーなんですよ、はい、でこのマンリーなんですけども、うん、すぐに嘘発見器にかけられまして、はい、でこれを問題なくクリアしまして、ほう、容疑が晴れてます。あ、もう嘘発見器で、うん、あ、君嘘ついてないねってなっちゃうってことですか。ね、なんかこうなんかメンタル強くクリアできそうですね。そうですよね。で当時のねその技術とかだとなんか誤差とか生まれそうですけどね。はあ。そして3人目、はい、犯人を知っているという男、はい、ジャック・アンダーソン・ウィルソン、はい、捜査本部では犯人を知っているという男の録音テープ入手してたんですね、はい、でその男というのはこうマスコミにリークされてない情報をめっちゃ知ってるんですよ。へー。で犯行状況についてもかなり詳しく話でねこうしてたので、はい、警察はこの男が犯人でしょっていう形でね、うん、こう推察されてたんです。確かに。しかも、はい、この男はですね別の事件の容疑者でもあったんです。ほう。ジョーゼット殺害事件。エリザベスのホステス時代の同僚にジョーゼットという女性がいました。名門の令嬢だったのですが家を飛び出して毎回違う男と遊んでいたといいます。しかし彼女はある時殺害されてしまいます。その時彼女の家からジャック・アンダーソン・ウィルソンの指紋が検出されたために事件の容疑者として警察やマスコミが追っていたといいます。さらに彼は異常性欲者でアルコール中毒患者だったといいます。この事件とエリザベスの事件の類似性があったことから最有力容疑者となったのですが、その矢先ジャックは寝タバコが原因で自宅が火事になり焼死してしまうのでした。最大の容疑者が死亡したことでこの事件は完全に暗礁に乗り上げてしまいます。でこのブラックダリア事件はですねメディアや世間から注目されすぎてですね、はい、捜査かなり複雑にしてしまったんですよ。あ、なるほど。だからこう結局ね真犯人を捕まえることができずに迷宮入りの事件となってしまうんですね。はあ。その最後の容疑者の人は、はい、結局死んでるってことですよね。そうなんですよ。自宅が火事になって焼死。はあ。じゃあ、まあ、その人が犯人だった可能性もありますよね、うん、そう。まだそこが晴れてないというか、はい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 、容疑のまま亡くなってるんですよ、はい、で事件はですねこのまま未解決で終わるかと思うでしょ、はい、
長い年月を経て現代において真犯人が浮かび上がります。一人目の真犯人、このブラックダリア事件には犯人を告発し続ける人が何人もいました。その中の一人、スティーブ・ホーデルはとある人物が犯人だと主張しています。その人物の名はジョージ・ホーデル、スティーブの実の父親です。エリザベスが亡くなって50年以上が経ったある日、父ジョージの遺品を整理している際にスティーブは衝撃の写真を見つけます。それはエリザベスに酷似している女性の写真。これに疑問を持ったスティーブは専門家に父親の筆跡と当時報道機関に送られた犯人からの手紙の筆跡の比較を依頼。するとその結果は父親が書いた可能性が高いということが分かったそうです。これを受けたスティーブはある事実から父親が犯人だと確信します。その事実とは、ジョージはなんと医者だったのです。うわー、出ましたね。出てきたでしょ、特殊な切断方法のやつ、12章の方から、ね、はい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 、はい、ね、50年も経ってから出てきたそうなんですよ。さらにスティーブはですね、父親が犯人だと確信する新たな証拠を掴んできてですね、はい、それはブラックダリア事件が起こる前に大きなねセメント袋が購入された領収書があったんですよ、はい、で実はエリザベスの遺体の近くにセメント袋が落ちてあって、うん、そのメーカーと父親が凍ってたセメント袋のメーカーは一緒だったんですよね。あで、はい、スティーブはこの全てを公表することを決めたんです、はい、で2003年に一つのね書籍にまとめて、はい、でこれ出すんですよ、出版して、はあはあ、アメリカでもベストセラーになるんですよ。まあそれはね、あのダリア事件の真犯人が見つかりそうだっていうことですよ ね。でね、はい、あるコラムニストがこの告発本を読んで、はい、事件をさらに調べることにします、はあ、で、彼はですね警察に当時の捜査ファイルを請求します。彼はその手に入れた捜査ファイルにより事件を解決に導くある重要な情報を発見します。実はこのブラックダリア事件、警察の捜査では容疑者6人まで絞られていたというのです。その中にスティーブの父親であるジョージも含まれていて、当時の警察は違法捜査ではありましたがジョージの家を盗聴。ジョージは知人にエリザベスの殺害の犯行は自分によるものという内容を話していたというのです。おお、確定じゃないですか。確定で出てるんじゃないですか。この違法な捜査で決定的な証拠をつかんだ警察だったんですけども、はい、なぜか当時、はい、ジョージが起訴されることはありませんでした。なんで？そしてさらにですね、はい、事件発生から70年後、はい、2017年です、はい、もうつい最近ですよ。そうですね、また新たな真犯人を告発する人物が現れます。2人目の真犯人、新たな告発をしたのはイギリスの作家であるイートウェル。彼の話では新たな真犯人の特定と動かぬ証拠をつかんだというものでした。その真犯人は死体安置所で働いていた経験があり、死体を乾燥させ分解する方法を学んでいた事実があるといいます。さらにこの犯人は警察しか知り得ないブラックダリア事件の詳細を知っていたというのです。それはエリザベスの太ももに赤いバラのタトゥーがあったこと、そしてそれは切り取られていたということ。その真犯人とされる男の名前はレスリー・ディロン。葬儀店を務める彼は確かにジョージ同様重要な容疑者の一人に入っていたのです。またすごい、はい、なんか信憑性ありそうな、だ当時のね、はい、重要容疑者の一人なんですからね、うん、で犯人しか知り得ないようなことも知ってたっていうことですよね。警察何してんすか。そしてですよ、はい、ジョージ同様彼また起訴されません。なんでなんすか。そしてさらにイートウェルは実行犯はレスリーだが黒幕は別にいると指摘しています。その人物とはハリウッドの大御所マーク・ハンセンだったというのです。先ほどにも紹介したようにマーク・ハンセンはエリザベスに恋心を抱いており、それを拒絶され逆上レスリーに殺害依頼したというのです。しかしレスリーは最終的に起訴されませんでした。その理由はマークが警察に多額の金額を払いレスリーを釈放させていたというのです。なるほどなるほどなるほど、見えてきたでしょ。なるほど、大ボスがいて、ええ、でそれの実行部隊なのが、はい、なんかさっきの人たちでみたいな。そう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 。でその警察とここの大ボスがこう知り合いでみたいな、で金でみたいな、はい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 、はあ、
ね、はい、もみ消しちゃったと。なるほど。でイートウェルはこの内容ですね、書籍化して、はい、現在も、はい、今現在も訴え続けているみたいなんですけども、はい、証明はなされないままなんです。でですよ、はい、今2人上がったでしょ、はい、3人目の真犯人も出てきてるんですよ。いやまだすか。その真犯人の名前はジャック・トーランス。約50年前に起きたゾディアック事件の容疑者として最近名前が挙がった人物なんですけど、はい、このねゾディアック事件、未解決事件でございまして、1968年から1974年にかけてアメリカのサンフランシスコで少なくとも5名が殺害された連続殺人事件、はあ、で犯人がゾディアックと名乗ってですね、はい、警察や新聞社にこう犯行声明と暗号を次々に送りつけてるんですね、はあ、でこの一連の事件の犯人は発見されずに、はい、今でも犯人探しが継続されている事件なんです。なるほど。ではですね、はい、このブラックダリア事件とゾディアック事件が一体どう関わってるのか気になるじゃないですか。そうですね、はい、そのあたりを掘り下げていきましょう。3人目の真犯人、このブラックダリア事件とゾディアック事件は何の関連性もないものだと思われていましたが、2006年にジャック・トーランスの息子が自分の父親はゾディアック事件の犯人で、しかもブラックダリア事件の犯人でもあると告白したことから始まります。調べによれば、ゾディアック事件、ブラックダリア事件の証拠品の筆跡を比較すると、字の形や傾き具合の他にも顕著な類似点が見られたそうです。そしてその筆跡はジャック・トーランスの筆跡とも酷似しているとのこと。さらにジャックの息子は証拠品として父親がエリザベスの写真を持っていたと、それを提出。またジャック・トーランスはブラックダリア事件が起こった年に米海軍の水兵であった可能性が高く、その時所属していた場所はブラックダリア事件が起こった場所からわずか車で2時間のところだったそうです。そして彼は事件の数ヶ月後に除隊していたのでした。はあ、ちょっと筆跡同じ人すげえ出てこないですか。うん、多いね。で、あと写真持ってる人もすげえ出てきてるんですけど、ねえ、そのな、ね、どれが本当なんですか。なマジわかんないですねこれ。なんかこう真犯人候補がいろいろ出てきて、はい、ちょっとねこんがらがってきたようなね、そうですね、形もね、はい、ありますけども、はい、ジャック・トーランスについては、はい、結局ゾディアックの DNA サンプルがないために物的証拠を得られてないんです、うん、でジャック・アンダーソン・ウィルソン容疑者についても、うん、そもそもブラックダリア事件で犯人の痕跡が見つかってないです、はい、ジャック・アンダーソン・ウィルソン本人の遺体も焼けてしまっているせいで、はい、決定的な証拠は見つけるに至っていません。なるほど。でこの事件はですね、はい、フィクション、ノンフィクションに関わらず、うん、数多くの書籍や映画の元となっていてですね、で最も有名なフィクションの一つが、はい、ジェームズ・エルロイの1987年の小説、はい、ブラック・ダリアなんですけども、文化評論家のデビッド・M・ファインによるとですね、うん、この小説は殺人事件だけではなく、うん、戦後のロサンゼルスの政治、犯罪、汚職、パラノイアというより幅広い分野を探る内容になっていました。でこのエルロイの小説はブライアン・デ・パルマ監督により2006年に同名の映画となっています、はい、結局ここまでの証拠告発本が出ているのに真犯人は誰なのか、うんうん、分からないまま、うん、なぜならエリザベス殺害に関与している先ほどの人物たちは全て亡くなってるからですね。全員亡くなってるからなんです。なるほど。もう確かめようがないというか、そうなんです。どうでしたこの事件。いやーすごかったですね。本当になんか映画のお話聞いてるような感覚、うん、結局謎が解明しないんです。そうですね、うん、なんかすんごい こいつだみたいなのが思える人が、はい、こうすごい出てくるのに決定的に捕まえれないっていうのがね、なんか歯がゆかったですけどね。だからまあね、皆さんさまざまな見方のあるこの事件、はい、あなたはどう推理しますか。そして一刻も早い、事件解決を願っています。以上、不思議ミステリークラブでした。どうもありがとうございました。